スペインで最も盛んなスポーツはサッカーであるここでは、スペインのスポーツについて記述する。スペインの国民的スポーツはサッカーであり、特に1960年代までは、スポーツにおけるサッカーの人気が一しかったが1960年代以降に経済が成長すると、テニス、自転車ロードレース競技、ゴルフ、バイクのモートジッピーなど道具を使用するスポーツで、 世界的に成功を収める選手が現れた。スペインにはサッカークラブを母体とする総合スポーツクラブが数多く存在し、本格的にスポーツを行いたい人々を受け入れている。スペインのスポーツ界にはドーピングに甘いという評価が付きまとっている。これを払拭するため2013年6月13日、スペイン国会は世界反ドーピング機関の勧告に見合う。 ハンドーピング法を制定した。スペイン最古のサッカークラブであるウエルバレクリエーションクラブスペインにサッカーやテニスなどのスポーツが持ち込まれたのは1880年代から1890年代だとされている。1889年にはスペイン最古のサッカークラブであるウエルバレクリエーションクラブが設立され、1892年には スペイン最古のテニスクラブであるウェルバローンテニスクラブリオティントが設立された。これらはリオティント社で働くイギリス人のために設立されたスポーツクラブだったがやがて周囲のスペイン人エリートにもスポーツが広まっていった。スペイン全土を管轄する競技連盟としては1895年に体操競技。 1896年に自転車競技1900年に射撃1909年にローンテニス1913年にサッカー1918年に陸上競技の各連盟が設立された1903年にはマドリードでグランビダというスポーツ雑誌が創刊された1920年代に 大衆から人気を得たリカルド・サモラ学校教育の体育では体操競技がカリキュラムの中心となり各地域のスポーツクラブでは体操以外のスポーツが行われた。20世紀初頭までスポーツはエリートが楽しむものだったが1920年代には娯楽の一つとしてスポーツ観戦が幅広い社会層に広まっていった。ジョゼップ・サミティエールや リカルド・サモラのように映画俳優や歌手と同じような人気を得る選手が登場してスポーツの大衆化が進んだ。当時のスポーツは社会情勢と無縁ではなくサッカークラブとしては FC、バルセロナやアスレティック・ビルバオが地域主義の代弁者だったのに対して RCD s パニョールや CA オサスナはミゲル・プリモデ・リベラ独裁体制を支持した。 1936年から1939年のスペイン内戦は、スポーツ選手の国内外での活動に影響を与え、共和国側として戦った選手は、内戦後に政治犯という扱いを受けた。マニュエル・サンタナ・フランシスコ・フランコ独裁政権は、ファランヘ島の管轄下に国民スポーツ局を置き、国内のスポーツを全体主義的に管理した。 学校教育では男子に対して軍事訓練のような体育を行い、女子に対してスウェーデン体操や民族舞踊を教えた。フランコ体制下のジェンダー規範では女性が行えるスポーツはバスケットボール、バレーボール、体操などに限られ陸上競技を行うことはできなかった。テニスのマニュエル・サンタナ、自転車競技のフェデリコ・バーモンテスなど国際的に活躍した。 個人競技選手は少数にとどまった。フランコ政権は特にサッカーを政治的に利用し、サッカースペイン代表のユニフォームを赤色から青色に変更したり、選手に対して試合前のファシスト式敬礼を義務付けた。お気に入りのクラブであるレアルマドリードが国際大会で活躍することを歓迎し、自国開催の1964欧州。 ネーションズカップでスペイン代表がサッカーソビエト連邦代表を破って優勝した際にはスペイン国家がソ連に勝利したかのように懸念した。フランコ体制末期にはスポーツが反体制運動や様々な文化運動と結びついた。FC バルセロナのホームスタジアムであるカンプノーではカタルーニャ語が使われカタルーニャナショナリズムを呼びかける政治ビラが配られた。 1992年バルセロナオリンピック民主化後の1982年には、スペインで 1982FIFA ワールドカップが開催された。1980年から2001年には、カタルーニャ出身のフワンアントニオサマランチが国際オリンピック委員会会長を務めている。1992年には、バルセロナで夏季オリンピックが開催され、これを契機に、 スペインのスポーツの多様化が進んだとされる。2000年代にはマドリードがサンドカキオリンピックの招致を試みたが、2012年大会から2020年大会までのいずれも招致は不成功に終わっている。2010年のスペイン国立統計局の調査によると、競技人口が多いスポーツは水泳自転車競技、サッカーの順だった。 サッカースペイン代表の 2010FIFA ワールドカップ優勝パレード現在でもスペインで最も人気のあるスポーツはサッカーであり各地に天然芝または人工芝のサッカー場がある国内リーグであるリーガエスパニョーラにはレアルマドリードや FC バルセロナなどの世界的競合クラブがありレアルマドリードは UEFA チャンピオンズリーグの最多優勝回数を 起こるサッカースペイン代表は1920年のアントウェルペンオリンピックのために創設され、この大会でスペイン代表は銀メダルを獲得した。1934年のイタリア大会で FIFA ワールドカップに初出場し、1950年のブラジル大会では4位、この成績が60年にわたって最高位であり続けた。 1964年には、自国開催の欧州ネーションズカップに初出場、初優勝した。2008年の UEFA ユーロ2008では、UEFA 欧州選手権で2度目の優勝を飾り、2010年の 2010FIFA ワールドカップで、FIFA ワールドカップ初優勝を果たした。続く UEFA ユーロ2012でも優勝し、 世界で初めて2大,大大会3連続優勝を飾った。2006年世界選手権で優勝したバスケットボールスペイン代表スペインでは古くからバスケットボールの人気も高い。リーガアク部はヨーロッパ屈指のレベルを持ちアメリカ合衆国の NBA に次ぐ世界第2のリーグとされることもある。リーガアク部には FC、バルセロナやレアルマドリードといったクラブがあり、 ユーロリーグやアレブ、ユーロカップなどの国際大会でしばしば優勝している。1984年のロサンゼルスオリンピックで銀メダルを獲得するなどバスケットボールスペイン代表は古くから優秀な成績を収めていたが1992年バルセロナオリンピックで人気に火がつきオリンピック後にはストリートバスケを行う子供が急増したとされる。 2006年には日本で開催された2006年バスケットボール世界選手権で優勝した。2008年の北京オリンピックでは24年ぶり2度目となる銀メダルを獲得。ユーロバスケットでは2009年までに準優勝6回、3位2回の成績を収めていたが2009年大会で初優勝を果たした。 2002年から NBA でプレーするパウガソルは、スペイン人選手の中でも抜きんでた実績を持ち、二度の NBA 優勝、夏季オリンピック得点王、世界選手権最優秀選手などに輝いている。その他には、ホルヘガルバホサ、フアンカルロスナバーロ、セルヒオロドリゲス、ホセカルデロン、ルディフェルナンデス、マルクガソル、リッキー・イルビオ、サージ・イバーカ、ニコラ・ミロティッチ、 ウィリー・エルナン・ゴメス、フワン・エルナン・ゴメス、アレックス・アブリネスなどが NBA でのプレー経験を持つ。2007年時点のスペインバスケットボール、協会登録選手数は236,177人、男子プロ選手数は326人、女子プロ選手数は155人である。2000年代に活躍したラファエル・マダル・スペインには、社交的なテニスクラブが多いとされる。 スペインがテニスの男子団体戦、デビスカップに初参加したのは1921年であった。2000年にはデビスカップで初優勝し、以後2004年2008年と3度優勝している。女子ではアランチャ・サンチェス・ビカリオ、男子では2000年代に登場したラファエル・ナダルの実績が抜きんでており、ナダルはグランドスラムの優勝回数歴代2位体である。 2007年時点で、スペインテニス協会への登録選手数は約9万人、クラブ数は約1000、コート数は約5000であり、男子プロテニス協会登録選手数は140人である。 テニスの歴史マニュエル・アロンソは1921年ウィンブルドン選手権のチャレンジラウンド決勝に進出し、マニュエル・デゴマルとエドアルド・フラケールのペアは1923年ウィンブルドン選手権の男子ダブルスで準優勝した。マニュエル・アロンソらの活躍から40年余りの歳月を経て、1960年代半ばにマニュエル・サンタナが登場して、スペインにテニスブームをもたらした。 サンタナは1961年の全仏選手権で初優勝し、スペイン人選手初のグランドスラム大会優勝者となった。その後1965年の全米選手権、1966年のウィンブルドン選手権でも優勝し、全豪選手権を除くグランドスラム大会三冠を獲得した。ブームに乗って1980年代末には、 アランチャ・サンチェス・ビカリオ・ラ・サンチェス兄弟が登場し、以後も男女で世界トップクラスの選手が続々と登場している。1980年代末から1990年代にかけて、アランチャ・サンチェスとコンチタ・マルティネスがスペインの女子に競合として活躍した。アランチャ・サンチェスは全仏オープン3勝、全米オープン1勝を挙げ、スペイン人女子選手として、 史上初の偉業を多数成し遂げた。彼女はダブルス分野でも目覚ましい成績を残し、シングルスダブルスともに世界ランキング1位になった数少ない選手の一人に数えられる。スペインの地には赤土のクレーコートが多いことから、当地の大半の選手はクレーコート開催の全仏オープンを得意にしている。1994年全仏オープンの 男子シングルス決勝では、セルジブルゲラとアルベルト・ベラサテギが、グランドスラム大会史上初の、スペイン対決の決勝を実現させた。2008年8月には、ラファエル・ナダルが、世界ランキング1位となり、2009年には、全豪オープン男子シングルスで優勝して、スペイン人初の全豪オープン優勝者となった。ナダルの登場以前には、スペイン人選手が、 オリンピックのテニス競技で9個の銀メダルを獲得していたが、2008年の北京オリンピックでは、ナダルがスペイン人初の銀メダルを獲得した。トップリーグであるリーガソブルは、ヨーロッパでも人気のあるリーグであり、所属チームはしばしば EHF チャンピオンズリーグで優勝している。1996年のアトランタオリンピック、2000年のシドニーオリンピック、 2008年の北京オリンピックの3大会で銅メダルを獲得し、2005年の世界男子ハンドボール選手権では優勝を果たした。ハンドボールスペイン代表キャプテンを務めたイニアキ、ウルダンガリンはセーリングのオリンピック選手でもあったスペイン王室のクリスティーナ王女と結婚した。 ツールドフランスで5連覇したミゲル・インドラインスペインでは、伝統的に自転車ロードレース競技も盛んであり、8月末から9月中旬まで開催される、ブエルター・エスパーニャは、フランスのツールドフランスやイタリアのジロでイタリアと共に、グランツールと呼ばれる。ミゲル・インドラインとアルベルト・コンタドールは、グランツール全てで優勝した世界でも数少ない、選手である。 国内全体で自転車ロードレースの人気は高いが、バスク地方ではとりわけ熱狂的な人気を誇り、UCI ワールドツアーの対象となる著名なレースとして、バスク一周とクラシカ、サンセバスティアンが開催されている。インドラインを筆頭に、スペインの多くの名選手はバスク地方出身である。 バスク地方からは競技チームとして1994年から2013年までエウスカルテル・エウスカティが UCI プロツアーに参戦しており原則として所属選手をバスク人に限定するという方針を持っていたバスク地方の他にはカタルーニャ州においても自転車ロードレースの人気が高い2006年大会から2009年大会にかけての ツールとフランスの総合優勝者は、オスカル・ペレイロ、アルベルト・コンタドール、カルロス・サストレという3人のスペイン人選手であり、4年連続で、スペイン人選手が、総合優勝した。コンタドールは2008年のジロでイタリア2008と、ブエルター・エスパーニャ2008でも総合優勝しており、史上5人目のグランツール完全制覇を達成した。2012年大会終了時点で、 スペイン人選手はツールドフランスで13回優勝しており、フランスの36回、ベルギーの18回に次いで国別優勝回数では第3位である。2006年にはスペイン警察が大々的なドーピング的発作戦、オペラシオンプエルトを行い、数多くの自転車選手が現役引退に追い込まれるか、資格停止処分を受けた。二千十二年には、 コンタドールがスポーツ仲裁裁判所から2年間の資格停止処分を受け、2010年のツールド、フランス総合優勝のタイトルが剥奪された F1 ドライバーのフェルナンド・アロンソ。スペインではモータースポーツも人気を博しており、ロードレース世界選手権、トライアル世界選手権、ダカールラリー、世界ラリー選手権、フォーミュラ1などでスペイン人選手が活躍している。 かつては、相対的に F1 の人気が低く、モートジッピーをはじめとする二輪、ロードレースの人気が非常に高かった。現在は6度のモートジッピー王者であるマルク・マルケス、3度の王者であるホルヘロ・レンソが、最もよく知られる二人である。過去には 50cc125cc クラスで、活躍したアンヘル・ニエトは、国民的英雄とされ、 モートジッピー電動入りしている。1980年代の首都ポンス以降には、特に、スペイン人選手がモートジッピーで活躍するようになったとされる。彼ら以外には、カルロス・チェカ、アレックス・クリビーレ、セテジベルナウ、ダニ・ペドロサなどのライダーが活躍した。メーカーでは、バイク生産で有名なカタルーニャ地方から、デルビが参戦した。2010年シーズンからは、 モートジッピーのレースが、スペイン国内で、年4回も開催されている。スペイン国王もモートジッピーファンであり、2008年には、不仲であったロレンソと、ペドロサの仲裁を自らするほどであった。サーキット以外では、空前絶後のトライアル世界選手権15連覇を、達成したトニー・ボー、5度のダカール・ラリー王者である、マルク・コマなどが知られる。また、 トライアル世界選手権王者の藤波隆久もスペインを拠点に活動していた。こちらでもやはりカタルーニャ地方のガスガスがトライアル競技の有力メーカーとして名を馳せている。2000年代には F1 でフェルナンド・アロンソが活躍し皇帝ミハエル・シューマッハを倒して2005年と2006年に王者となって以降は F1 の人気が高まっている。F1 では 一カ国につき年一回のグランプリ開催が原則とされているが、2008年から2012年には、スペイン GP 以外に、特例でヨーロッパ GP が開催された。アロンソ以外の F1 ドライバーには、フォーミュラ日本でも活躍した、ペドロデラロサや、2009年に F1 史上最年少デビューしたハイメ・アルグエルスアリ、などがいる。 2010年から2012年にはスペインを拠点とする HRTF-1 が参戦していた。スペインは真冬でも昼間は比較的温暖な気候であり、シーズンオフのマシンテストに適していること、さらに国際自動車連盟が認定するグレード1のサーキットが複数存在することから、かつて国内のヘレスサーキット、カタロニアサーキットなどでは、 毎年1月から3月には毎週のように F1 のマシンテストが行われていた。2020年現在はテスト規制強化により日程が短縮されているものの毎年2月下旬にカタロニアサーキットでのテストが引き続き行われている。WRC ではカルロス・サインツ、ルイス・モヤがトヨタを初タイトルに導いた。サインツは ダカールラリーの四輪部門でも活躍し、3度、総合優勝を果たしている。イベントとしては、WRC のラリーカタルニャが各年で開催されている。また、スペイン国内のラリー選手権には、トヨタ画像レーシングの育成プログラムの勝田た木本と、荒井大輝が、たびたび修行の一環として参戦していた。かつてスペインのゴルフ場を使用するのは、 国外からの観光客などに限られていたが、1980年代以降には、一般市民がプレーできるゴルフ場が数多く建設された。さらに、マドリード近郊に若手競技選手の育成施設を建設したことで、セベ・バジェステロスや、ホセ・マリア・オラ・サバルなど世界トップクラスの選手も登場し、ゴルフが人気を増す要因となった。 1997年には、ライダーカップを開催した。スペインの公営スポーツ施設には必ずプールがあり、インフラが充実した、水泳競技では、オリンピックなどの国際舞台で好成績を残している。2012年ロンドンオリンピックでは、女子水球チームが、銀メダル、シンクロナイズドスイミングのデュエットが、銀メダル、個人種目で、 ミレーア・ベルモンテ・ガルシアが2個の銀メダルを獲得した。アーティスティックスイミングは近年になって大きな飛躍を遂げている。2005年の世界選手権では4個のメダル。2007年の世界選手権では6個のメダルを獲得し、2008年の北京オリンピックではチーム、デュエットともに銀メダルを獲得。2009年の世界選手権では 金メダル1個を含む7個のメダルを獲得した。1999年世界陸上競技選手権、大会、2010年ヨーロッパ選手権、2012年世界ジュニア選手権を開催。主に中、長距離、マラソン、競歩種目を得意としており、世界選手権ではこれらの種目で7個の金メダルを獲得している。大牛と向き合う闘牛士。 スペインで時間を守る者は、アベニューの時刻表、サッカーのキックオフの時間、闘牛の開始時間と呼ばれるほど、闘牛はスポーツではなく文化であるとされる。サッカーに次いで2番目に入場者の多い工業であるとされる。一般的に、スペインでは3月から10月が闘牛のシーズンであり、スペインでのシーズンオフには季節が逆転する中南米に、 闘牛士が工業に赴く。16世紀には、貴族が、馬上から牛を槍でつく闘牛が映画を極めたが、18世紀には、闘牛士が徒歩でお牛と向き合う、近代闘牛の様式が確立された。スペイン発の専用闘牛場や、スペイン発の石像闘牛場は、セビリアに建設された。画家のフランシスコ・デゴヤは1816年に、版画の連作。 闘牛儀を制作しており、20世紀には画家のパブロ・ピカソ、著作家のアーネスト・ヘミングウェイ、映画監督のペドロ・アルモドバルなどが闘牛を題材とする作品を制作している。国際的な動物愛護団体は闘牛が残虐な行為であると非難しており、1980年代以末からは個別の自治体レベルで闘牛を禁止する動きが見られた。 1991年にはカナリア諸島衆議会においてスペインで初めて自治州レベルで闘牛禁止法案が可決された。スペイン社会労働党政権下の2007年には国営のテレビシオンエスパニョーラがスペイン国内での闘牛中継放送を全廃している。2010年にはカタルーニャ州議会においてカタルーニャ州における闘牛禁止法案が可決された。 2011年には、闘牛の工業や資格などに関する管轄が、各自治州政府から、スペイン中央政府文化省に移管された。著作家で、闘牛擁護派のアンドレス・アモロスはこれをもって、闘牛が、真の文化と呼べる存在になったと主張している。ありがとうございます。